今年で30歳になったんですけど、30歳若いっすね。もう一歩ちょっとイケオジになりたいなっていう気持ちもありまして、ちょっとずっと募集させていただきまして、2ブロックで顔を出すようなスタイルはすごい合ってるなっていう。顔かっこいいっすからね、イケメンですからね。変えなくてもいいんじゃないですか。ぜひ意気込みをちょっと一言お願いします。緊張するね。意気込み。はい、何でもいいです。あ、本当ですか。はい、変わんなくてもいいぞとかでも。おお。全然違う。ちょっと印象変わったな。おお。変わりましたね。好印象。好印象。フォルツァスタイル編集長の星野です。そして、ヘアメイクの落ちです。そしてモデルのノアです。ということで今回第3回目となりました。はい、はい、こちらです。目指せイケオジ改造計画フォルツァ読者編3回目、ということでもう3回目ですね。はい、今回も読者の方にご登場いただいて、素敵に返信していただくという企画をやりたいと思います。はい、はいはい、今回の、お客様はですね、なんとノア君の知り合いということで。そうなんですよ。うん、どういうお知り合いの？ちょっと仕事関係でずっと付き合いが長くて、まあ、プライベートもずっとご飯食べに行ったりとか、で知り合った当初も多分 3,4 年ぐらい経つんですけど、柴さんの大ファンで。女性？いや、まあ男性です。ごめんなさい。男性、はい、今回ちょっと男性なんですけど。そうで今回男性なんですけど、で募集してるよっていうのを言ったら、もうどうしても募集したいって言って、多分ずっと募集、多分最初からやってくれてたんですよね。おお、なるほど。で3回目にしてやっと、ようやっと出れるっていうことで、いよいよ。はい、どうですか、友達が出るっていう。いや、新鮮ですね。でも普段の服装がいつもやっぱり星葉さんのファンなんで、そうセットアップ着たりとか、結構そのまあブラック系のスタイルだったりとかっていうのを結構やってるんですよ。なるほど。じゃあ普段も見てて、そうですそうですそうです、見てて、はい、かっこいいなと、かっこいいなと思ってます。星葉さんぐらい結構黒いんで。黒い、今はちょっと分かんないです、ちょっと最近会ってないんであれですけど。でもある意味ね、友達じゃない。はい、それをこうなんかさらにかっこよくしなくちゃいけないっていうさ、だってそもそもかっこいい人なんでしょ。だってまあまあまあ、そうですね、かっこいいですね。逆にこっち側サイドとしてはちょっとハードル高まりましたね。めっちゃだからハードル高めですよね。だからなんかよりかっこよくしなきゃいけないってことでしょ。逆に普段と違うスタイルを見てみたいですね。髪型とかはやっぱりずっと変わらないんで。髪型も含めてね。そうですね。だからメグさんとかがやるとどういう感じになるのかなとか。もう多分お芝さんっぽい感じの、テイストが入ってる、仕上がってるんじゃないかなと思ってるんで、ハードル高いですね。ごめんなさい、なんかそれからやるとなると、はい、じゃあもう今回編集しないっていうパターンもあるかもしれない。まあ、それもありますよね。逆にですね。いや、だって逆にもともと良かったらそれはそれそのままでいいじゃないですか。そうですよね。っていうふうになるかもしれないんで、まあ、じゃあ早速ご登場いただいて、はい、みんなの意見を聞きつつ、はい、もちろんその方の意見も聞きつつ、でもむちゃくちゃハードル上げてるから、ドケさん入りづらいと思うんですよ。いや、そうですね。僕もそんな感じにします。そうだよね。まあまあ、まあ、お呼びしましょうか。はい、はいはい、ということで平井さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。確かにかっこいい。爽やか。爽やか。改造する必要ないじゃないですか。いや、改造したい、してもらいたい。うん、その心は。いや、今年で30歳になったんですけど。30、若いっすね。もう一歩ちょっとイケオジになりたいなっていう気持ちもありまして、ちょっとずっと募集させていただきました。なるほど。確かにもう30歳っていう年齢ってこうちょっと微妙なところではありますよね。まだ若いけど、そろそろちょっとイケオジの貫禄とかそういうのも欲しいなと。そうですね。ちなみにお仕事とかって何されてるんですか？仕事は今広告代理店で。広告代理店、花形じゃないですか。でちなみに今日こんな感じになりたいとか、そんなこうポワンポワンとしたイメージとかあるんですか？うん、何でもいいんですよ。普段こう顔がいつも童顔なので、大人寄りには見せているんですけれども、どうしてもシンプルなコーデをずっとしているっていうのが、そうですね。これが通常なんですけれども、これをもう少し大人寄りのファッションにしてみたいなって。なるほど。僕も年齢が近いんで、気持ちが、今いくつだっけ？僕今年28ですね。28で30。あ、はい、じゃあちょっと2つお兄さんってことですか？そうですね。なのですごい気持ちも分かりますし、やっぱ30手前になってくると、僕も多分メグさんにずっと切ってもらう前は結構刈り上げしたりとか、いろいろあっちゃこっちゃいろんなスタイルが迷ってた。はい、
確かにさ、めぐちゃんに切ってもらうと迷いなくなるよね。いや、なくなります。俺も相当さ、メイドインオチで切ってもらってるからさ、はいはいはい、迷いなくなるわけですよ。はい、このスタイルになったのもさ、めぐちゃんのおかげだし、それも挑発だったしね、いろいろやってきてっていうのがあるから、うんうんうん、ちなみに髪型とかはいつもこんな感じなんですか？そうですね、普段は7-3で2ブロックをたまにやる。もうそのイメージですね。今ちょうど伸びてきてる、はい、そうですね、伸びてきてる。1ヶ月半来てちょっと少し大人にしていくっていう意味で、メグちゃんどうですか、はい、どうしていこうかなみたいな。癖ですよね、癖があります、ね、そうですね、前髪ちょっとテンパですね、うん、でもその2ブロックで顔を出すようなスタイルはすごい合う、うん、合ってるなって顔、うんうん、かっこいいですからね、うん、イケメンですからね、うん、そう、変えなくてもいいんじゃないですか。そうなんですか。変えなくてもいいってもうさ、そうだよね。いや、俺もスタイルこのままでいいんじゃないの。シンプルのね、ストライプのシャツにさ、うんうん、デニム履いて。めっちゃ色いですね。めっちゃ色いですね。はい、ね、今の感じは日焼けしてるんですか。そうですね、サーフィンで焼けてますね。もともと多分色白いですよね。色白いです。白いです、白いです。ちょっと髪型とは全然関係ないんですけど、でも、まあ、なんか日焼けしてる感じの、うん、あのイメージいいですよね、なんかね、うん、でも今日来る服装どんなんがいいかなっていうのはずっと言ってました。今日何着てるんですか、ちなみに。今日はもうシンプルにザラのシャツに、はい、ウノピューのジーンズに、はい、フィリップモデルのスニーカー、もちろん、もうね、スタイルクリニックでもよくね、登場してるぐらいばっかりですね。じゃあ、30を迎えるにあたり、はい、素敵にかっこよく、はい、じゃあ最後こちらにですね、大変申し訳ないんですけどぜひ意気込みをちょっと一言お願いします。緊張するね。意気込み、はい、何でもいいです。あ、本当ですか、はい、変わんなくてもいいぞとかでも変わんなくてもいいぞお願いします。はい、はい、そしたら20歳から30歳の大人の階段登るぞ。よし、よろしくお願いします。ということで、ノア君の知り合いでもある平山さんに返信をしていただきました。はい、楽しみですね。もうあちらに控えてるんですけど、はい、今回はどんなところに気をつけて何かを考えてたんですか？ですね、もともとやっぱり短かったじゃないですか。はいはいはい、やっぱり洋服に合わせて、なんかイメージも、もともと顔も濃くて、色も濃くて、うんうん、歯も綺麗なホワイトニングされてるんですけど、はい、なんかこう、なんかそこまでチェックしてたんですか？なんかそれで、はい、例えば、うん、多分やられてたって言ってたんですけど、うん、すごい2ブロックでっていうふうにやって、すごく、うん、怖い感じに振っちゃうと思うんですよね。なるほど。ちょっといかつくなっちゃうというか、ね、なるほど。っていうふうになってしまうので、はい、もうちょっとやっぱり顔が濃くて、しっかり眉毛もあって、もう目鼻なんてもはっきりしてますし、濃い人ほど、こうちょっとナチュラルに振っていった方がすごい清潔感だったりとか、すごい大事な部分ですね。濃い人、書いておきましょうね、はい、濃い人、濃い人は逆にナチュラルに、ナチュラルにする方が清潔感だったり、ちょっと優しい印象だったりとか、じゃあこれ、こっちに行き過ぎるともう個性的になります。ちょっと強い、強すぎる感じ。行き過ぎるとオラルってことですか？オラルですね。例えば、まあ、それでよりハードに言うとパーマとかかけて、ぐるぐるとかにして、結構ハード、そういうのがかっこいいと思うんですよ、めちゃくちゃ。で、恋かける恋にしても、はい、こっちは恋かける恋になる。恋かける恋なんです、うん、あ、なるほど。そうすると洋服めっちゃシンプルにかっこよくしたりとかするとハマると思うんですけど、これでコテコテになるとやりすぎてちょっと一回見たら忘れられない印象にはなりますよね。なるほど。そこまで振り切りたいか、でももうちょっと例えば職業だったり見られたい印象とか、これ濃い人じゃない？はい。じゃあ普通の人いるじゃない、ここに、はい、じゃあ薄い人もいるじゃない。薄い人はよりパーマをかけたりとか、少し癖をかけないと忘れられちゃうんで。なるほど。癖が普通に持ってくるみたいな感じですか？そうですね、パーマを生かしたり、例えばメガネかけるとか、なんかちょっとアイテム使うとかでやってあげる、メガネね、はい、をかけるとかすると、はい、普通濃い人はじゃあ逆に、例えばなんかトータルテンボスの藤田さんは、濃い顔にくるくるにしたバージョンで、すごいインパクト強いじゃないですか。あ、パーマでね、はい、大村さんはちょっと顔が薄いんですけど、パーマにしたり髪の毛を色つけたりとか、結構個性的にすることで個性的になる。なるほど、より個性的にした方がいいんだ、
僕でもメグさんに切ってもらう前は、はい、濃い人で2ブロックでオラルじゃだったじゃないですか。僕は、うん、でもメグさんと出会って髪を、まあ、普通にしてナチュラルに持っていったってことですね。そうすると品が出たりとか、はい、あの優しい感じとか。じゃあちょっと、じゃあノア君どこにいますかって言ったらノア君どこですか。今もともとは、もともとはもともとここですね。ノア君はここからこっちにしたんだ、はいはい、そうです。多分自分では右に行ってたんですよ。あのこっちに行ってたんで2ブロックとかやってたんで面白いね。この表面白いね。そっか、じゃあ平山さんも変身前、変身前はここにいたってことです。うん、で以前はこっち側の髪の毛の提出をやられてたということなんですよね。うん、僕はでもそのイメージしかないです。オライワさんね、オライワさん、オライワさんに変わっちゃったな。オライワさんがまあ、やっぱり職業から広告代理店ですから、はい、好印象は持って向いてなかなかダメですね。そうですね。あ、そっか、普通にすることによってここで好印象になる、好印象になるんです、うんうんうん、じゃあもう全然接しやすくなるんです。なるほど、なるほど、はい、好印象ね。ということで、はい、そんな、はい、先ほどから名前が出てる平岩さんはオライワさんになったのか、はい、それとも好印象になったのか、うん、早速出てきていただきたいと思いますが、はい、その前にさ、ちょっとノア君さ格好変わったよね。いや、何どうしたね。僕もビフォーの時、はい、あの多分映ってましたね、足元、はい、僕あの B さん、自分で私物の B さんに映ってたんですよ。さすがにちょっとやっぱり僕だけね、あのクソだとやばいかなと思って、ちゃんとしたスタイルで、はい、今時のスタイルで着替えてきました。変身していただいて、はい、じゃあ早速読みますかね、はい、はい、じゃあ平岩さん、変身後出てきてください。よろしくお願いします。おお。全然違う。ちょっと印象変わったな。お、変わりましたね。平岩さんですか。あれ、ほら、オライワさんではかかってる。オライワさん、ちょっとサングラス取っていただいていいですか。あ、平岩さんですね。好印象。好印象。今日本来自分はどうなりたかったんでしたっけ。もう一度ちょっと改めて聞かせて。そう、本来であればシンプルなコーデ、はい、だったんですけれども、はい、うん、20歳から、あの20代から30代に変わった時に、はい、もう一歩大人の階段に登りたいというところをお伝えしました。なるほど、はい、うん、ご自身の気持ちの中ではどうですか。いや、もうだいぶ変わりました、うん、もうしっかり突き進めた感じがもしてます、うん、なるほど、いいです、ね、これで仕事にも張りが出る感じですか。張りが出る感じです。なるほど。ちなみに普段お仕事の時ってスーツですか、ジャケット。いえ、ジャケパンみたいな感じが多いです。セットアップですね。セットアップ、うん、セットアップ、今日はね、実は最新のベージュの、はいはい、まあ、セットアップっていうとネイビーとか黒とかが多いんですけど、うん、最近ベージュのやや明るめのスーツとかセットアップでも出てきてるんですけど、いかがですか。いや、初めてこのタイプの色着まして、うん、普段はネイビーとかブラックだったんですけれども、うん、はい、このベージュ関係の色は全然着たことがなかったので、はい、うん、新しいチャレンジできてすごく嬉しいです。あ、なるほど。ちなみにこれ着心地いいんですよ。いや、本当にこれすごく、あの、柔らかくストレッチ効いてて、うん、これあの、ちなみに同じもそうなんですよ。ちょっと兄弟にやらないいただいて、はい、まあ、せっかくお友達ということを親友ということなんですよ。平岩さんに影響されちゃった。あ、そうなんですよ。あの、オライワとオラノアから普通に戻ってオライワと違う髪型でメグさんに整えてもらって、なんか違う髪型にもできるんですか。またバリエーションというか、大好きな七三もできますし、そのまんまでね、あの癖を生かしてナチュラルに、あのくしゃくしゃな感じもいいと思う。ちょっとこう、うん、今日は少し伸ばしてるんですけど、うんうんうん、あの癖を生かした感じでワックスで揉み込んで、もっとカジュアルなスタイルでも合うと思います。やっぱりあの刈り上げ もう思いっきり2ブロックみたいにカリカリにするんじゃなくて、ちょっとあの本当にハサミで刈り上げるぐらいで、うん、あのバリカンでがっつりこう刈ってるわけじゃないもんね。そうね、見えるような感じじゃなくて、ちょっと 黒のグラデーションにしてるんで、うん、そこもなんかあの清潔感だったり、うん、きちんと感が出るポイントだと思います、うん、確かに。あとはリンパマッサージかな。いや、そうです、ね、リンパマッサージも入ってるんですね。リンパマッサージして顔もシャープにしちゃって確かに、うん、ありがとうございます。目開いた感じがする、さらに、うん、ありがとうございます。さらにイケメンになっちゃったような感じです、はい、これはもう本当、あの、ね、あのこういう動画だと伝えにくいんですけど、うん、ね、あの体感型で結構感じてもらってると思います、うんうんうん、素晴らしいです。ありがとうございます、ね、じゃあ今後ね、クライアントさんと会う前はリンパマッサージして。そうですね、リンパマッサージして、ね、飲んだ後もリンパマッサージゴリゴリして会ってください、はい、わかりました。飲んだ前提なんで。シャープになったねって前髪垂らしてください。わかりました。ちょっと
モテコーデとも言っていいんじゃないですか、うん、いやそうですね、うん、はい、まあ、あの彼のスタイルを本当に、はい、まあね、もともと中身がいいじゃないですか、はい、高青年ですし、はい、だけどさらに大人っぽさと、うん、あと、まあ、やっぱりね広告代理店という、まあ、はい、一番忙しい、うんうん、しかも働き盛りの年じゃないですか、はい、やっぱスニーカーなんですけど綺麗に見えるようなちょっとね、うん、こういうレザースニーカーとソフトスリッポン足して2で、うん、これカメル連合っていう非常に人気のイタリアブランドなんですけど、いいす、ね、のスニーカー、そしてまあボーグのセットアップで非常に柔らかく動きやすく、うんうんうん、そしてブルネロ口練りのベルト、そしてトレンタセッタンタのニット、はい、そしてなんとですね、やっぱりこういうスタイルにはラグジュアリースポーティーな時計が似合うということで、はい、IWC の最新作ですね、はい、非常にかっこいいですね、はい、これすごく人気のモデルです、うん、はい、ジェラルド・ジェンタが昔デザインしたと言ってるやつなんですけど、うんうんうん、これも人気なんで、こういうスタイルでなんか仕事をしていただいたら、うん、よりいいクライアントに恵まれるんじゃないかと、うん、じゃあ最後にせっかくなんで、うん、あの見てる方にぜひですね、感想でも何でもいいんです、なんか一言いただけますか。あ、はい、そうしましたら今回この すごくいい機会いただいて、まあ、もともと20代だった自分から30代に変えられるっていうところで、今回この企画ずっと応募していたんですけども、うん、ぜひ皆さんこの曲ものすごくいいと思います。自分変えられると思うので皆さんにぜひ応募してください。お願いします。もう番組閉まっちゃいましたね。宣伝まで一緒だけありがとうございます。ノア君じゃあ最後なんか一言。おお、ここからですか、はい、だってね、せっかくねご親友というか。あ、そうですね、でもなんかこう友人がすごい来るというのはすごい嬉しかったですし、うん、あの正直心の中ではそんなにまあ変えるとこないんじゃないかなっていうのは若干ちょっと不安もあったんですよ。最初もそうだもんね。そうですね、彼のスタイルも知ってましたし、まあ、星葉さんのことをずっと見てたんでもちろんスタイルも似てたし、髪型もまあまあまあいいんじゃないかなと思ってましたけど、やっぱ実際見ると結構変わりますよね。なんか洗練されるというか、あ、洗練っていう言葉いいかもしれない。垢抜けほどではないですけど、さらにこうプラス良くなるっていうのは、やっぱこの企画面白いなと思いました。いいね、はい、ありがとうございました。最後、そしてめぐちゃんはやっぱりめぐちゃんに切ってもらいたいっていう人も、ね、いると思うんです、うんうん、まあ、みんなそう、うん、みんなメイドイン予知ですよ、はい、ね、ノア君にしても平山さんにしても僕も髪型切ってもらってるわけですよ、はい、どこで切ってもらったらいいんですか。インスタの方に、はい、めぐちゃんのオチめぐみというインスタグラム、はい、DM でいただけたら、はい、と思います。そしたらスケジュール調整して、はい、ここで切れますとか、はい、いろいろミックスしたスケジュールになっているので、うん、はい、DM でいただけると嬉しいです、はいはいはい、ということで皆さん全国つつうらうらから、はい、ね、はい、オチめぐみさんに切ってもらいたいという人いっぱいいると思うんです、はい、昔僕もめぐちゃんに切ってもらった動画をこの辺ね、もしかしたらテロップ出てくるかもしれませんけど、うん、はい、あの動画何十万再生回数ですか ね、すごい。僕も見ましたもんあれ、はい、うん、だってノア君、うん、あれ見て星葉さんの髪の毛してくださいって言いましたもんね。いや、そうですよ。あの星葉さんのあの速さもう終わりみたいな。めちゃめちゃ面白い。ね、まあね、モテる髪型のね、やっぱりね、西野陣の頃から第一人者ですからね、はい、ぜひ皆さん DM でご応募いただければと思います、はい、ということでこの企画まだまだ続きます。ぜひですね、ご応募いただければと思います。というわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください、そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂って つけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います、ですのでハッシュタグ福魂とかいただいてインスタグラムの方をアップしてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。今日この辺で平山さんありがとうございました。ありがとうございました。すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロック福田のウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。